あ、いいじゃないの。でもね、今日作るの多分そういう感じじゃない。多分ね。まあね。うん。あざす。じゃあ今日は、はい。俺たちの原点、はい。絵も作るか。作りましょう。一回目だしね。そうだね。いやーもう俺たちの青春を彩るあの音楽を。いやマジ聞いたよね。聞いた聞いた。エルレだの、夜遊びだの。すごいな。飛び幅すごい。10年ぐらい飛んでったね。エルレ夜遊び。まあでも今10代の子たちは夜遊びとかがそういうエモな音楽になってるわけですからね。なんかエモの意味変わってるよね今。確かに。どうする？まあとりあえず俺進行から考える派なんだけど。そうね。お、なんかありそう。いやなんかさ、ね、ちょっとハイスタ感。確かにね。みたいな感じですよね。うんうん、いいのよ。あの俺に求めないでこういうリフを。確かに。じゃあ俺リフ考えてるわ。オッケー。じゃあ俺リフ考えとこう。うん。日本語通じてない。なんか今のあれじゃダストボックスとかさハワイアンとか。ああ。そっちの感じしない？ハワイアンシックス。メレレドドメメピードメメ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 。いい、好きだったなあれ。いいよね、うん、あの声また良くない？いい。ちょっとドメドメドメピードメメ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 メあの曲いいよね。あれいいよね。名曲だよ。わかった。あれだ。何？あのテンポ感決めて、俺ちょっとドラムのちょっとしたさ、やつを打ち込んじゃうわ。ああ、なるほどね。そう。なんかプロっぽいね。いや、でしょ？プロっぽいでしょ？ありがとう。大体さ、うん、プロにプロっぽいって言ったら怒るのよ。大体ね。すごい、今全力でなんか嬉しかったもん。だって、杉田のカメラ、俺メインみたいになってるんだけど。ああ、そう、これ難しいんだよね、だから。はい。何今の？いい。もうなんか今日達成された感がある。すごいね。よし、作ろう。作ろう。あれ？開け放たないよ。パクっちゃった、パクっちゃった。パクってる。やば。名曲だけど。よし。ちょっとリフ、じゃあ、お願いしますよ、ほんとに。はい。で、1時間ぐらいカメラワーク気にしたからね。確かに。やばい。え？ゴッチいない？ゴッチいるよね。いた。ゴッチいたわ。レスポールのゴッチがいた。お、なんか来た。なんだ。これさ、リズム変えただけだ。そう。でもなんかさ、うん、あの高校生とかの時にさ、うん、曲作ろうとした時こうやって弾いてて、いやそれスーパーノヴァじゃねえかよみたいになる時超あったよ。あった。好きすぎて。確かに何か弾、なんかあれね、わかるよその感じ。サビだね。でもイントロからドタンタドタンタな感じだね。よくあるやつ。そう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 。もっとテンポ早い。だったら、もっと100、200、もう200ぐらいにするか。やば。200のドターンタいきます。おー！意外といけるじゃない？じゃ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 。なんでそのワンコードで。こんなずさ。
真面目に、エモと向き合おう。OK、はい。あいつと真面目に向き合う日が来たね。ああ結構ね、距離置いちゃったからね。確かに。いろんなのに、いろんなのに。もう、真面目な空気台無し。ちょっとエモパンじゃね？パンク入ってない。うん。明るいな。なんかワニマっぽかったね、今。ああ、確かにね。うん、心躍る方へ、みたいなね。そういうのもあるよね。うん。で、なんか、これ、片方のギターこれ弾いてて、もう一人の人が、じゃーんみたいな。うん。ちょっと一回、その感じを弾いてみる。ちょっと変えよう。まあいい、こんな感じだったとして。なんか、あれだね、今。お？ハイスタ臭感じだね。なんかね、俺、ハイスタの方に、あれ、杉スタ？杉スタになっちゃってるかもね、杉スタって何？杉スタですよ。おー。まあ、こういう感じなんだが。めっちゃ走ってるな。まあ、違うな。でもなんか、あれだよね。あの感じはあるよね。エモパンの空気はあるよね。やっぱでもあれじゃない？パワーコードとオクターブ奏法だけみたいな。あんまこういう、みたいなのじゃなくて、みたいなやつに、で、そこで、あれだよね。入れたかったら最後入れりゃいいもんね。あ、なるほどね。ピロピロはね、別に。確かに。最初シンプルに作って、後から肉つけて、デブにすればいいの。ちょっとなんか9ミリっぽい発想だよね。途中から細かいの入ってきてみたいな。はいはいはい。9ミリもエモいっちゃエモいもんな。うん、てかさ、音出していいのよ。いや、あれだ、今、杉田の聞きながら、ちょっと、膨らましてた、頭の中で。アンプから音出していいんだけどなぁ。だってギター下手なのバレるじゃん。いやいやいや。全世界に。大して見とらん。あいつ下手だって、はい。だからちゃんとあれだから、音楽好きだから。そうね。ちゃんとそこで張ってるから、ね。張ってるから。なるほど。あ、この人一般人です。だからな、もっと、あれだな、ほんと高校生の時ぐらいの、パワーコードとオクターブしか弾けなかった頃をもっと思い出さんといかんな。俺だ。おぉ。あれ未だに？未だに。ちょっともう一個バチって決めたいよね、どっか。そうね。じゃないと派生できないもんね。うん。まあ、仮で一回コード決めちゃうか。ああ、いいよ。あ？いいよ。どうしようかな。なんかでも、あれにして、売れるコード進行にして。これになっちゃう。あ、それ売れるの。そう。あれですよ。なんだっけ。なんかの丸の内サディスティックの。あ、サドスティックの。サドスティックのやつ。あれね、マーシャルの匂いのやつ、ね。そう。もう丸の内じゃん。そう。もう。でもね、この感じに合わないんだよね。あのおしゃれな感じは。確かにね。だから、どっちかっていうと、まあ普通に。あ、よくあるやつね。うん。まあ今、キー変えちゃったからこっちだな。ね、ああ。もあるし、はいはいはい、まだいろいろあるからね。いや、今、プロこんなもんかって。んーとっとっとっと。おっとっとっと。おっとっとっと。追い詰めていくタイプだから。そういうこと言われちゃうとね、急になんか、こういう感じになっちゃう。ああ、そうだよね。パワーだったらね。そう。パワー人、筋肉んだ。筋肉。筋肉。筋肉にいたよね、今。口臭い人だね、ずっと。
パワーはね、パワーはいいのよ、今。いいの。でもね、思うんだけど、うん、プロ、プロっぽいって言うじゃん。あの、あっち系のエモ系はね、プロくない方がいいからね。わかります？あ、逆説ね。そう。なるほど。ですから、うん、すなわち、不参みたいな人が、うん、パンって弾いたやつがめちゃくちゃいいってのがあるから。なるほどね。だだんだだだんだにするとエモパンっぽいのかな。そうだね。じゃあ変えよう、ビートを、うん、ぐらいのテンポ感にしよっか、うん、あーそう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 ね。ドッタンドドッタンで、まずまずね、もう基本からいこう。俺たち初心者だと思ってさ、昔に戻ろう。超ベタオーソドックスリズムにしよう。超ベタベタオーソドックスウルトラスーパーリズム。あ、ライブ始まりそう。右手が若干大変そう。なんか最近もこのさ、こんな動きせんやん。あ、確かに、ね、普通に生きとってギターでしかやらない動きだもん。そう、こんなんだって今もうオルタネートでミュートできないよ多分。お、いけてんじゃん。いや、一定なんない。あー、くっちい。お、なんかいっぱいありそう。ありそう、ありそう。来た。あ、いっちゃう、取っちゃう、取っちゃう、これ。ラララタセンタネアネ。なんかそれっぽい、それっぽい。いや、安っぽくね。大丈夫今の。誰でも考えるぜ。てか、ある、ない、ない、大丈夫これ。ありそう。いや、でも、一応、これを入れておこう。その感じを。にゃららわわじょんどれ。なんでその安易なメロディーにしたんだ。このまんまじゃねえか。確かに。ああ、もう一回。サビっぽい。という感じに。サビっぽい。で、そのフレーズも一応入れておこうね。なんだっけ。あ、すげえ簡単じゃん。いいじゃん。でしょ？簡単なのがいいのよ。でしょ？俺っぽいでしょ？俺、うん、この俺ができる全開やってるでしょ、これ。いや、そう。あんまね、だ俺が考えちゃうとまた難しくなっちゃうから。今でも奇跡起きたよね。急にあったから。来た。あ、違う。にゃー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 だっけ。うん。いや別にいいよ。あの、アレンジしていいよ。その辺合うでしょ。だね、あ、そうそうそう。ちょっと俺のギターの音上げよう。いくでー。うん、おい。ワン、ツー、スリー。そうだね。歪み弱。でもね、キャッチでいいよ。でっかい。まあ、ちょっとね、俺が作る曲、キャッチって説あんのよ。最後、巷で、巷で。最高じゃないか、その説。うん、結構渋谷のあたりではみんな言ってるよ。有名だな。みんな言ってる。あ、キャッチーなやつ通ったみたいな。うん、キャッチーじゃん。あだ名キャッチー、うん、来たね、これ。かっこいいよ。普通にかっこいい。なんか、うん、でもこれ、イントロだとちょっと弱いから、うん、イントロにするとこはちょっと、あれしたいよね。なるほどね。アレンジしたいよね。多分これ、サビだったらかっこいいと思うよ。ちょっと聞いてみましょうかね。うん、まだベース入ってないけど。
って感じですね。生って感じ、ね。生だね。もうなんか、そのうちに、おしいししてくるわ。おしいし。おしいんぐ。あ、消しちゃった。なんで俺、俺見たから。そんな近くないから、トイレ。ベースを打ち込みます。キラキラ星系の、キラキラ星見える系の星見えるおかけ。